黒田埼玉は、江戸時代後期の大名。筑前福岡藩第九代藩主。安永6年9月21日、江戸城内一橋邸にて生まれる。一橋徳川屋第二代当主、徳川春貞の三男で、母は即室、乙富の方。第十一代将軍、徳川家成は、実刑で同母。福岡藩第七代藩主。 黒田春雪の意にあたる。幼名は正之助。天命2年12月19日、福岡藩主、黒田治高の末期養子として5歳で、福岡藩黒田家の家督を相続する。後に、実刑の家なりから返旗を授かり、意味名を最高氏とした。父の春貞は、将軍ジップとして、幕府内において、院然たる大きな影響力を持っており、 先代のおさむだかが死去前に養子として指名していたことや弟の先崎,崎大春行とのつながりから、両家の重心と話し合いを持ち、息子の三男、正之助を幼いまま、福岡藩黒だけの養子に入れた。蔡隆史は若くして死去したこともあって性質はいないが、即室の新病院との間に、第十代藩主となった成木がいた。幼い頃より、文学に足しなみ、 儒学を好んだ。即室、駒子の養父、福岡藩士で儒学者の渡辺中蔵は、藩が警護していた長崎にて、平が玄内と問答を押している記録が残る。また、即室の駒子は、先崎代、春雪の性室、亀姫洋通院の計らいにより、藩主聖母として、新馬の方と呼ばれた。天明三年、福岡藩領内に、重臣たちの検索もあり、 藩主、竹田定良と、十位亀井南名に、藩校を創建することを命じる。天命四年、定良が、周遊館、南名が、関東館を開館している。完成二年十月十五日、十三歳で十四位した、自重筑前神に助任する。完成五年、領地福岡に入る。翌年、領内を巡検し、領民の暮らしぶりを見て回り、検証をした。 斉高氏は聡明で白色な藩主として家老たちからも期待されたが、完成7年に病に伏し、6月23日に福岡城にて死去した。去年19。幕府には、同年8月24日死去と届け出た。あと、嫡男の松次郎、後の成木よが継いだ。斉高氏の治世中には、黒岳の先祖を祀る自席があった。天明三年に、第三代藩主。 黒田光幸に廃された黒田綱幸を祀る三木助権現者を創立し、同年にはまた初代長政を祀る黒崎大名人を再興した。また、半祖黒田義孝の父、黒田職、高氏の墓所が針馬姫路にて発見され、二百回忌の法要及び墓所の築造が当治にて行われた。ありがとうございます。